サスペリアパートには1975年公開のイタリアのダリオ・アルジェント監督によるミステリー映画である。日本公開は1978年9月15日。タイトルは日本独自のものでサスペリアの続編ではない。後年発売された DVD ではサスペリアパートに赤い深淵という副題がついた版もある。前作ビッグファイブデーでコメディを手掛けた。 アルジェント監督が再びジャロ映画に戻り作り上げた。本作のストーリーの鍵となる視覚トリックは高く評価されており、映画秘宝 EX 最強ミステリー映画決定戦でのミステリー映画オールタイムベスト10でも第1位に選出された。重要なものを見ているのにもかかわらず見過ごしているというトリックは初監督作品喜びの動画でも用いられている。 音楽は後にアルジェント作品の常連となるゴブリンが初めて手掛ける。日本公開版ではピアノの連弾シーンやより詳細な人間関係描写などがカットされていたが、後に完全版が公開された。あるクリスマスの夜、レコードから子供の歌が流れる中、殺人が行われた。子供の叫び声、地面に落ちた血のついた包丁、その包丁に近づく。 子供の足。それから数十年後、ある欧州超神霊学会でテレパシーの持ち主であるヘルガウルマンの講演が行われていた。彼女は聴衆の一人がポケットに鍵を持っていることや名前を言い当てるなどして聴衆を驚かせた。しかし突然彼女は苦しみだし、悲鳴を上げ、聴衆の中にかつて人を殺した邪悪な者がいるのを感じた。 そしてその者は再び人を殺すと発言する。彼女が叫ぶ中、聴衆の中の一人がその場を立ち去る。その晩ヘルガーはアパートに戻り電話をしていたが、どこからともなく子供の歌が聞こえてきた。そしてドアの呼び鈴が鳴る。彼女はドアの前で異様な殺気を感じるが、その瞬間ドアが開き、大きな包丁が彼女に振り下ろされた。同時刻。 アメリカ人ピアニストで作曲家のマークは友人のカルロと出会い雑談していたところ彼女の悲鳴を聞く。カルロと別れアパートに戻ろうとしたその時アパートの窓越しにヘルガが殺されるのを目撃してしまう。急いでマークは彼女の部屋へと向かう。部屋に入り異様な絵が多く飾られた廊下を通った奥に息絶えたヘルガが倒れていた。 窓から外を見ると黒いコートを着た者が逃げていくのを見る。またそこには店から出たカルロの姿もあった。警察が部屋を調べている中、マークは廊下に並べられた絵が一つなくなったことに気づく。そこに女性新聞記者ジャンナが現れ、警察との会話の中、マークの写真を撮り、翌日の新聞に掲載した。犯人に自分が姿を見たことを知られたと思った。 マークは事件の真相を探り始める。本作はサスペリアの前に作られたにもかかわらず、日本公開に際しては2作目という扱いを受けた。ストーリーやキャラクターなど内容には全く関連性がない。また、サスペリアがオカルト的要素を持ったホラー作品であるのに対し、本作は冒頭に霊能力者が登場する点を除いては超自然的な要素はない。 理由としては、本作がサスペリアより後に輸入されたことと、配給会社がサスペリアのヒットを受け、サスペリアの続編として公開した方が売れると考えたためである。これについては、監督本人も驚いたとのことである。ちなみに、冒頭で殺される女性霊能者がドイツ人という点だけがわずかな関連性となっている。その後、実際にサスペリア続編である。 インフェルのサスペリア・テルザ最後の魔女2作品が後に制作、公開されており、それぞれの作品に登場する魔女が3姉妹という設定であることから、公式に魔女3部作と呼称されている。本作公開時のキャッチフレーズは、約束です。決して一人では見ないでくださいであった。日本ではそういった経緯があり、数量限定で2本がセットになった DVD。 ボックスが販売された。ありがとうございます。